おう、まこっちゃん、ちょっと見ねえうちに老けたな。お互い様ですよ、足立さん。お久しぶりです。この人は俺の数少ない信頼できる刑事仲間、伊達誠だ。お前が春日一番か。噂通りだな。昔のあいつと同じような目をしてやがる。あいつ？俺の大切なダチのことさ。んなことより、お前ら狙われてるんだろ。ここなら安全だ。今日はもう遅いし、休んでいけ。いいんですか？他ならぬ足立先輩の頼みだ。それに詳しくは知らねえが、明日は大事な戦いがあるんだろ。遠慮なく使え。ありがとうございます。じゃあな。サンキュー、まこっちゃん。すまねえな、巻き込んじまって。なーに、こういう役回りには慣れてるんで。頑張れよ、春日一番。よし。おはよう、一番。テレビで見たけど、もう投票始まってるよ。神奈川2区。もしかしてあんたにも票が入ってんのかな。まあ、面白半分に入れるやつもいるだろう。ふん、違いねえ。なあ、一番。な？俺らはいつでも構わねえぞ。カムロ町のミレニアムタワーが口上げで待ってる。あとはお前が一歩そこに足を踏み入れりゃ、そいつが青木亮と近江連合への宣戦布告ってわけだ。そうだな。入っちまったら後には引けねえ。やり残しがないようにね、一番。ニックだよ、一番。いよいよ乗り込むんだね、ミレニアムタワー。ん？なんだよ、見えてんのか俺らのこと。そう言っても差し支えないかな。部下からユウたちのムービーが送られてきてるんだよ。はぁ、それで？2時間前に天道もタワーに入ってったそうだ。間違いなく彼はいるよ、一番の予想通り。マジか。よし、ありがとよ。ただし、そこは魔王の城だよ、一番。そして天道は最上階だ。ユウたちの計画がうまくいくことを陰ながら祈ってる。オーケー、サンキュー、ニック。
よっしゃ、行くぞ。盛大なお出迎えだぜ。みんな用意はいいな。行くぞ。ビビるんじゃねえぞ。軽くひねってあげましょう。やめる。ほら来いよ。あ、そうだ、来いないか。全力で始末します。出るとなめんなよ。痛い目に合わせますよ。しゃあ俺の番だ。派手に行こうか。行くぞ。派手に行きましょう。敵に引き立たすと成長を感じます。一つ上の男。ふう、全部倒せたようだな。こんな調子で上まで続くのかしら。いや、さすがにそこまでじゃないだろう。だが俺たちが来ることは想定済みらしい。まあ、この先どんな罠が待っているかわからねえ。みんな、気を引き締めていこうぜ。またいい女になっちゃった。また成長できるとはな。さらに強くなれましたね。しかし妙に荒れてるな。さっきから薬とかサプリメントの瓶が転がってるんだけど。ああ、この先に何か言いやがるぜ。行くぞ。誰だよ。何してるの。避けるな。
と思って。さて、なめんなよ。よし、行くぞ。かかってきた。うわ、私の番です。ほら来いよ。こっち見ろや。苦しむがいい。どうしようかな。いや。な。それ。ディア。俺の番。なめんなよ。さて。私の番。また強くなっちゃったね。開けてみるか。開いたぜ。されてるのか。さて、どうしよう。痛い目に合わせますよ。私の番です。どうした？本気でやってる。頑張ります。もう終わりだ。さて。死ねえ。よし、行くぞ。さて。出るとなるか。俺の番。テンション上がりますね。こちらの方がビビってんのか。
私のバラ来いよ。発見だ。階段、まさかここから最上階まで登るの？まあそうなるかもしれないな。足がきついよ。他に方法がないんだ。仕方ねえだろ。張り切って登っていこうぜ。うぃっす。